パワーポップとは、ロックの形態の一種である。ポップなメロディと、弾けるようなサウンドが特徴となっている。イギリス、アメリカで1970年代に発生した。一般的には1960年代のビートルズ、等に代表される、ブリティッシュロックから派生し、1970年代のバッドフィンガーをルーツとすれば、イギリスで発生したジャンルとも言える。ちなみに、 パワーポップという故障はザフーのピート・タウンゼントが自分たちのサウンドスタイルをそう呼ぶようになったのが発端だと言われている。それ以降、ポップロックやグラムロック、パンクなどの中で弾けるようにポップなサウンドが特徴の音楽をパワーポップと呼ぶようになった。パワーポップの前世紀は1970年代であり、1980年代以降は衰退していった。 元祖とされているバンドは、ビートルズの流れを引き継ぎながら、ポップで適度にハードなサウンドを奏でていた、ラズベリーズや、バッドフィンガーなどである。また、1970年代後半から1980年代、前半のパンク、ニューウェーブ前世の時代に、イギリスで活動していたトム・ロビンソンバンドや、スージーザ・バンシーズ、ニック・ロー、エクスタシー、プリテンダーズ、 ブラムチャイコフスキーなどのニューウェーブ勢の一部は、よりメロディアスでポップなパワーポップを演奏していた。アレックス・チルトンとビッグスターは1970年代前半に活動したが、注目されるようになったのは1980年代で、ある。チープトリックのライブアメリカでのパワーポップのルーツは、1972年にデビューしたラズベリーズだが、 彼らに続き1975年にはドワイト・トーイリーがデビューした。1975年には B、バップ・デラックスやパイロットも登場している。だが、パワーポップというジャンルがレコード会社や音楽産業で脚光を浴び始めたのは、1978年のカーズやチープトリック、1979年のザナックなどメジャーで活動する、 バンド軍が頭角を表してからであり、彼らはアメリカンパワーポップとして人気を博すようになった。そして彼らを中心としたアメリカンパワーポップ勢のヒットがパワーポップの最後の盛り上がりとなった。その後もフレーミングルービーズ、プリムソウルズ、ルビナーズなど後続のバンドたちも登場したため、1970年代末をパワーポップ黄金期と呼ぶ。 一部の音楽評論家まで登場したがあくまでも少数意見である。1980年代にはマーシャル・クレンショーやロマンティックスが1970年代を想起させるような良質のパワーポップを発表した。また1980年代後半にはマシュース・スウィートやベルベット・クラッシュなどが登場した。しかし、いずれのミュージシャンも 一定の人気はあるものの、商業的には大きな成功を収められず、パワーポップ自体も1970年代のパワーポップ黄金期の10年当時の勢いを失っていった。1990年代初頭にはグランジ、オルタナティブロックに注目が集まった。パワーポップバンドではザポジーズ、ティーンエイジファンクラブ、ジェリーフィッシュといったバンドが登場した。ウィーザーは パワーポップバンドとしてヒットも出すことができた。2000年以降になると、ファウンテンズ・オブ・ウェインやオールアメリカン・リジェクツなどのバンドたちが登場し始めた。特に、オールアメリカン・リジェクツは若い世代のファンを獲得し、ヒットを記録した。ありがとうございます。